皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということで今日はチュクチュ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 モスバーガークリームチーズ照り焼きバーガーダブル。今日はちょっと贅沢してダブルを買ってきたのでこちらを食べていきたいと思います。今回はモスバーガーさんから日本のハンバーガーチェーンにおいて初めて発売されたモスが元祖の照り焼きバーガーにクリームチーズを組み合わせた期間限定商品、クリームチーズ照り焼きバーガー、クリームチーズダブル照り焼きバーガー、ソイパティクリームチーズ照り焼きバーガーが発売されていました。味噌と醤油を使ったオリジナル照り焼きソース、ソースの絡まったパティとたっぷりのクリームチーズソースとたっぷりのレタスがサンドされています。バンズは至って普通のオリジナルバンズになってます。では皆さん、モスを食べるときはいただきモス。なんか袋を貫通してきそうなほど照り焼きのソースがたっぷりとかかっています。なんかここからね、染み出てきそうなほどいっぱいソースかかってます。うん、パイセンうまいっす。なんかモスの照り焼きって日本のハンバーガーチェーンで1973年に初めてこう発売されたってことで、モスバーガーって一番照り焼きの元祖なんですね。このパイセンっすよ、パイセン。パイセン！パイセン！お肉は豪華に2枚入っております。うん、コクがあるのにさっぱりとしている。それがクリームチーズ。うん、この照り焼きの甘辛い感じにクリームチーズがね、爽やかな感じですごい相性がいい感じがします。でまたモスバーガーさんはこう野菜が美味しいんでレタスがたっぷりと入っております。三ツ矢サイダー、澄み切るオレンジサイダー、なんかこれすごくないですか。オレンジなのに無色透明なんですよ。これどんな感じなんだろうな、自分で見えてないんですよ今。オレンジ、やっぱね、パティ2枚にするとかなり食べ応えありますね。なんかマックの照り焼きよりモスの照り焼きの方が味噌が入ってるからか、ちょっと和風テイストな感じがします。なんかほんと照り焼きソースの大洪水みたいなぐらいすんごいソースいっぱいかかってます。じゃあ最後の一口です。うん、ということで濃厚でこの爽やかなクリームチーズと照り焼きの甘辛い感じがすごい美味しいハンバーガーでした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はモスバーガーさんから新発売のクリームチーズ照り焼きバーガーを食べてみた動画でした。実はモスバーガーで照り焼きってあんまし食べたことなかったんですけど、味噌が効いているからかすごい和風テイストで美味しい照り焼きバーガーでした。その上のね、クリームチーズがすごいコクを出してて爽やかで美味しい商品でした。こちらも期間限定となってるみたいなので、気になる人はぜひ買いに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイモス。カマンベールよりやっぱクリームチーズですよね。